やあ、リーネ。お兄ちゃん。さっきは怖い目にあったね。もう気分は落ち着いた？大丈夫。あのね、リーネ、大きい男の人ちょっと苦手なの。ライカはともかく、ガウェインさんは優しそうだわ。あのね、お兄ちゃんが一番優しそうだったの。そうか、だから俺と話がしたかったんだな。ねえお兄ちゃん、バリアントさんはいつも怪我ばっかりなの？いつもってわけじゃないけど、まあちょっとはな。怖くない？だって痛いんだよ。大切なものがあるから、どんな痛みを感じようと頑張れるんだよ。大切なもの？リーネだって大切な誰かいるだろ？うん、リーネの大切はテレーゼだよ。あのね、テレーゼはリーネのママになってくれたの。リーネ、ずっとずっと長い間一人ぼっちだったからすごく嬉しかった。リーネはね、テレーゼがここに来てくれたから目覚めることができたんだよ。やっぱりこの子は水妃の言う通り。ディーネ、間違ってたらごめんよ。俺、ディーネみたいにずっと眠っていたやつのことを知っているんだ。君はひょっとしたら。うん、ディーネもその子と同じだよ。そうか、やっぱり君は妖精だったんだな。ディーネは一体どれくらいの間一人で眠っていたんだ？うん、テレーゼが生まれるずっと前から。テレーゼはこのことを知っているのか？うん、なのにテレーゼはディーネを人間と同じように優しく接してくれる。あのね、お兄ちゃん、デモンズが現れたのはディーネが中途半端な存在だからなの。え？このままじゃまたデモンズたちは襲ってくる。ううん、それだけじゃない。だから期限が来る前にディーネはテレーゼと契約しなきゃいけないの。でも俺と水妃のようにディーネもテレーゼと契約を結ぼうっていうのか？本当はずっとこのままテレーゼと一緒にいられたらいいんだけど。何を言ってるんだよ。契約をするからいつも一緒にいられるんじゃないか。ううん、違うの。テレーゼとカイトでは違うということだな。水妃、あなたがお兄ちゃんと契約を交わした理由ね。いかにも。俺とテレーゼが違うってどういう意味だ？あの娘はお主と同じく遺跡の守護者の血を引くものだが、古の力は持たぬようだ。ディーネがあの娘と契約をした場合、二度と言葉を交わすことはできぬであろう。そんな。テレーゼと出会えてディーネはとても温かく幸せな気持ちを知った。でも契約を結べばディーネは恋を失ってしまう。契約し主を導く恋になることがディーネの役目。それなのに。ディーネ、心なんて知らなければこんなこと悩まずにいられたのに。ぬくもりなど知らぬ冷たい水のままでいればよかった。ディーネ、テレーゼは君との契約をなんて言ってるんだ？ディーネ、テレーゼ、どうしてテレーゼはディーネがこのままの姿でいてもいいの？え、
ディーネは妖精、テレーゼが願えばどんな姿にもなれたはずなの。守護者の末裔であるテレーゼにふさわしい妖精の姿にだってなれたはずなのに、今のディーネの姿は弱くて何もできない、守られるだけの役立たず。テレーゼに必要なのはもっと違うものだよ。ディーネ、私は今のママのディーネが大好きよ。私はずっと一人ぼっちだったから家族が欲しかったの。だからこの遺跡でディーネと出会えた時は本当に嬉しかったのよ。へいよ、テレーゼは絶対変わってる。望めばどんな姿にでもなれるのに、ありのままのディーネでいいなんて、へいよ。どんな姿になってもきっとディーネはディーネのままよ。大切なのは姿形ではないの。大切なのはどんな形でも心でつながっていられるかよ。大丈夫、ディーネが思う以上に私はたくましい人間なのよ。でも、ディーネもどうしていいのかわからない。水妃、俺はあの子に何かしてあげられることはないかな。ディーネはお主をただの人の良いアマちゃんだと思って秘密を明かしたのではない。その心には秘めたる願いがあるのだ。秘めたる願い？そんなの気づかなかった。カイト、お主の望むと望まざるにかかわらず、今後もお主のもとには多くの者が集まってくる。俺のところに？なぜ？それはお主自身の行く末に関わる重大な問題でもある。しかしこのことは言葉で聞いて理解した気になってはならぬ。お主自身が体験して理解せねばならぬ。おい、あ、水妃。そろそろ狩りの時間だ。どうした、カレル。気が進まないならお前だけ降りてもいいんだぜ。ううん、ユグ、その必要はないよ。僕も鳥の一員なんだ。任務はちゃんとやり遂げます。